はい、メガモンデスタムーアを討伐していきたいと思います。まず忍者が、鎧タックルを仕掛けます。これで転んでくれるはずです。はい、転びました。大魔導士は、ドラゴンの杖で、竜の暴風で攻撃力ダウンを狙います。はい、攻撃力も下がりました。次は大神官、これもヘナトスを打ってもう一段攻撃力を下げていきます。はい、大神官は、やることがないので、じゃあアンコールで、忍者にアンコールをかけていきます。はい、じゃあ忍者は攻撃をします。大神官は、そしたらスクルトをかけます。はい、じゃあ大魔導士、あ、間違えた。ちょっと作戦が間違えてましたね。大神官、じゃあアンコールで大魔導士。私はドラゴラムで攻撃します。あ、フバーハかければよかったですね。じゃあ忍者は、また鎧タックルで、転ばせます。はい、転びました。大神官はじゃあ回復を。大魔導士はドラゴラム。最後とどめということで、2人目の大神官が、大魔導士にアンコールをかけて、はい、大魔導士はドラゴラムで、これで倒せると思います。あ、倒れないですね。S、はい、ありがとうございました。